Hi there. 皆さんこんにちはーですもう。こんにちはというかもう「イーヴニング」ね、こんばんは」の時間帯になってしまったんですが、えー、今10時54分ですね夜ので今日はですねあの実は違う動画をあげようと思っていてこの y u k ーの今すぐ会話ノート、連日ずっと、えーま、のご紹介というか宣伝ね、えー、してる私の初めての 頑張って書いた本なんですがこれのそういえばちょっとこの本が一体どんなコンセプトで書かれてるのかとかあとはちょっとこの本の特徴とか、えー、本自体のことをあんまりお話ししてなかったなと思ったので、えー、予告編をですね作ろうと思って頑張ってたんですけどもまあ終わりませんでしたね。で今日もううちちょょっっっとととだけ、えー、作業してて寝ようかなと思っていますちょっと夜型 気味ですね。はい、私夜型なんだよね。私どちらかというとんん。夜型なんだ。夜型人間なんだ。これ英語でどう言うと思いますか？実はとっても簡単なんです。もうほんとびっくりするぐらい簡単でなんとか型とか言うとえー、タイプというあのワードをね。使うんじゃないかなとか。 もしかすると思われるかもしれないんですけど、もうそれすら使わないんですね。I'm a night person. I'm a night person. これだけでオッケーなんです。I'm a person. 私は人間です。なんか結構日本語をそのままね訳したみたいな感じなんですけども、本当にこれで通じてしまいます。I'm a night person. I'm a night person. I'm night person 私夜型なんですよ。で、えー、夜型と反対私朝型なんだ、えー、朝型の人はですね I'm a morning personI'm a morning personNight person. の反対語というか対義語の morning を使えば OK です。で、えー、まあ特にそんな夜型ってほど夜じゃないけど まあどちらかというとちょっと夜型かなっていうどちらかというとっていう場合は I'm more of a night person.I'm more of a night person.I'm more of a morning person.more of a をつけます。more of、a、more は何かと比べてよりというあのそういう時に使う比較の時に使うことが多い単語ですが I'm a night person はもうビシッと 私夜型です。で、I'm more of a night person になるとどちらかというと夜型です。これでオッケーです。で、えー、今日ご紹介したこの I'm a night person、I'm a morning person とか I'm more of a night person、I'm more of a morning person はですね、えー、この今すぐ英会話ノートの Scene 23、えっ、ー、と Chapter 2第二章 の23場面目が第2章にあるんですけどもえっ、ー、と何だったかなこれはああった「世界遺産を訪れてえっ私は違うよやんわり否定したい時に」というあの場面お話なんですがこれ、えーまあ、どういった場面 どういった英語をご紹介している。あのシーンかというと、結構こう。なんか、あの、誰かと仲良くなって、で、理解が深まってくると。あ この人ってきっとこういう人だろうなっていうこの人ってきっとこういうタイプの男性が好きなんだろうなとかこの人こういう場所苦手なんだろうなとかあこういうとこ好きそうだなもう絶対好きでしょうとか、えー、結構人の印象を勝手に自分で決めてしまっているっていうことがあるかと思うんですね。であの逆に人に人もそう誤解されていいるみたいな なんかあのユッキーってこういうとこ絶対好きでしょちょっとこ,ここ行こうよとか好きだと思ったから連れてきたんだって言われてえちょっと私もうほこ,こ,こういうのもうちょっとえー、苦手なんですけどとか、えー、そういうことを言うときにえ苦手とかあのこうビシッとねバサッとあのこう。 言わずずにストトレーすぎずちょっとやんわりとあーそれはちょっと違うんですよねどちらかというとこっちの方がっていうやんわりの,あの否定に使える英語フレーズをたくさんご紹介しています。で、えー、さっきあのお話ししていたどちらかというと。 何型、えー、あとは何「何派」っていう「あの猫派」「犬派」とかにも使えるあのフレーズなんですがこれ以外にも「えー、好き嫌い」のフレーズとしてですね「うんそれはそんなに好きじゃないんだよね」逆に「何とかがすっごく好きなの」とか「ああ好みじゃないんです」あ「がもう最近もうすっごいお気に入りで」 とかは、えー、あそこまで好きじゃない。そこまで私ね、うん、パワースポット好きじゃないんだよねとか、えー、イケメンは趣味じゃないのっていう趣味じゃないのっていう日本語を英語で言うとしたらどんな単語を使うかとかをご紹介してます。でこの本はですね、あの実は今日の予告編の中でもご紹介してたんですけど、えー、と見開きあのこう本を開いてパッって 見開きのところは、えー、そ,のそれぞれの場面のこんな英語が使えますよとかこんな風になってますよっていうご紹介が見開きにあってで最後にあの声に出していってみようっていうその紹介された英語を使ってで実際にみんなで一緒に練習してみようっていうコーナーを設けています。っっていうのはあの私も実際ずっと昔から やっぱりあの英語を英語がね好きなのでいろんな英語の本とか本屋さんで買ったりあのして練習をやっぱりすることが多かったんですけどもまあ本によってはあのただずっと説明されてるだけで終わってるものもあったりまあ練習もくっついてるものもあったりとかしたんですけどえやっぱりねこう練習し始めて楽しいし使ってみて初めてあの定着するのでだからやっぱり自分の本を もし作る時が来たら必ずなんかこう「はいこういう英語がありますよ、うん、いいでしょはいじゃあどうぞお使いください」っていうのじゃなくて、えー、それをもうその使ってで、あのー、完全にこうなんだろう定着するところまで、えー、やっぱりセットでお届けしたいなっていうのがずっと自分自身学習者としてずっとやってきてあったので、えー、そういうコーナーをしっかりと設けています。で ここの「この23」の声に出して言ってみようっていうところではその「わあそんなに好きじゃないんです」とか「あそれも大好きです」えー「えそれは趣味じゃないんですそれちょっと得意分野じゃないんですよね」あ「あもうそれ任せてください」っていうのの、えー、と単語これだけそこに持ってくればあのー、いろんなことがこう言い換えられますよっていうので、えー、例えば「 あーちょっと女子会そんなに好きじゃないんですよとかあもう女子会大好きでとか、えー、とあとはですねそうねあ寡黙な人はうーんそんなに趣味じゃないですあ寡黙な人大好きなんですとか、えー、いろいろ載せてあります。まあ、その人のの人タイプのこととかあとかあは場所うん 場所とかですね。まあ高いところ、暗いところ、狭いところ、うん、飲み会とか、あとは噂話が大好きです。噂話そんな好きじゃないですとか、えー、いろいろ載せています。で、さっきのあの I'm person, I'm more of a person のあの私は論理的な論理的なあの方の人間ですというか、あの論理的な論理派です。 感情派です っていうそのちょっと大義語で覚えられるようになってたりとか、えー、いろいろこう面白くこれだったら声に出したいなっていう単語を厳選して載せるようにしたので、えー、ぜひご期待いただければと思います。今日の動画の感想もまたコメント欄でお待ちしております。もういつもあのコメントしてくださってる方々本当にありがとうございます。やっぱりこうやってみんなでねなんかいろいろ共有できるのがとっても楽しいなと思っています。 それではまたすぐにお会いしましょう See you very soon! Bye bye!